皆さんこんばんは。時刻は18時35分。本日も内宿学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM 豊洲スタジオから生放送。今夜の内宿学園パーソナリティは、授業の疲れを吹っ飛ばす爽快ベースラインをお届け、音楽委員会委員長の鳥越と、学園の特ダネは私にお任せ、新聞部部長の春尾です。このコーナーでは内宿学園の部長や委員長が中心となって行う代表委員会に、さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんを転校生としてお呼びし、お送りしていきます。はい、はい、ということでね、はい、鳥越さんの卒業も近づいてきたということで。近づいてますね。はい、実はですね、鳥越さんと私同じ大学に通っているんですけれども、はいはい、その4年生ですね、私スタッフとして参加させていただいたんですね。あ、はい、なるほど。それが池袋のサンシャイン水族館で行われたんですけど、はいはい、私受付のスタッフをやって、鳥越さん来るかなって思ってたんですよ。そしたら、あ、来ないかって思ってちょっと僕メールちょっと埋もれちゃってて知らなかったんですよ、はいはいはい、それそうなんですよ。実はサンシャイン水族館で無料でね、めちゃくちゃ豪華ですよね。はい、後からね、春尾にいろいろ教えてもらったんですけど、なんか水族館貸し切りなんですよ、しかも。そうなんですよ、水族館閉館後のね。そう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 、だからなんか夜の水族館ってなかなか味わえないじゃないですか。そうですよ。そうなのでね、いいチャンスだったからでも私は来年はい、お客さんとして行かせていただきたいと思います。で、今ね、その池袋サンシャイン水族館で、特別展でですね、猛毒展っていう展示をやっているそうで、はい、まあ、私が大嫌いなんですけど、カエルだったりとかあとは、まあ、結構カラフルな魚だったりが展示されていて、でもみんな毒を持っていて、で、その毒の、なんていうの、匂いだったりを体験できたり。そうですね。はい、15日からすでに始まっていまして、11月24日日曜日まで行っているそうです。で、600円入るのに入場料が必要で、水族館の本館利用の方は400円で入れますというふうになっておりますので、ぜひ行ってみてください。はい、内宿学園では1回1回の代表委員会がより濃密なものとなるよう、リスナーである生徒の皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube ライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。学園公式 X のアカウント名は @naisg_student_student です。フォローよろしくお願いします。さあ、本日お越しくださった転校生をご紹介します。本日の転校生は早稲田大学パントマイムマイム党の森さんと荒海さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パントマイムですよ。うーん、皆さん一回は見たことある、うんうん、エスカレーターとか動かないカバンとか、結構テレビとかでもね、見たことあると思うんですけど、まあ、今回はそのパントマイムについて深掘りしていこうと思います。で、まあ、早速なんですけど、早稲田大学のパントマイムマイム党さんはどういった活動をするサークルなんですか？一応、メインの活動としては、学園祭の活動と、はいはい、なんかこう、前の舞台で、ちょっと演劇のような舞台でやる、はい、学園祭の方はストリートでやる、そういう活動に向けて、実施したりとか、はいはい、他にも、こういった学校内外の実施したりとか、そういうことです。はい。まあ、じゃあ、その、
える結構大きな舞台に向けて、まあ、1年間頑張るっていう感じだと思うんですけど、まあ、その経路が違うんですよ、ね、ストリート向けと演劇みたいな、はい、ダンスに近いようには見えないと思って、はい、逆に大学校では完全に照明とかお客さんとかスタッフの方にも言っていただいて、はいはい、だからあれですよ、僕たちが知ってるパントマイムっていうのは多分ストリートで、そうですね、そっちのイメージがあります、はい、でマイムットさんではさらに違うタイプのパントマイムを見ているということで、結構ね個性があるタイプかなと思います。やはり入ろうと思ったきっかけみたいなちょっと聞いてもいいですか。あ、私はもともと高校中高で演劇をやってて、で、はいはいはい、大学に入っても演劇やりたいけど時間ないなって思ってたら、演劇ならできそうかな、行ってみようかなって思ってまんまと入りましたね。あれですよね、メイの、ゲストさんでも来ていただいたマイルストーンが、あ、そうです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 、早稲田大学の攻略本ですよね。そうですね、もう泣いてきてきました。入った入るときはな、全然すぐできるよみたいな感じだったのに、はいはい、なんか入ってみたら結構、あ、すごい練習する、ガチだったガチだでもね、面白くてまんまと入ってますちなみにひねくれたものですか。私はなんかひねくれてるんですけど、ダンスを最初大学に入ったときちょっとやりたいなと思って、ダンスでちょっとキラキラしてるイメージがあって、ちょっといけるかなとか思ったときに、パンツがたまったなんかあるな、結構メンバーの空気感とかもちょうど良かったか。そうですね、なんか練習はちゃんとやるんですけど、結構緩い感じで、はいはいはい、結構美味しいとこをちゃんと持ってるというか、いいとこ取りなサークルなんですよね。そうですよね、なんかそのダンス、森さんみたいにダンスやりたい人もそうだし、アラビさんみたいに演劇やりたい人も入れるっていうところで、そうですよね、ちょうどいいやっぱり高校までがっつりダンスやってたっていう人もやっぱりキャンパスライブ楽しみたいじゃないですか。そういう意味でやっぱりね、バイトしたり友達とドライブ行ったりっていうと両立できるっていうのは魅力的ですね。はい、ということで、ちなみにお二人今2年生なんですよね。はい、春から3年、はい、なのでパントマイム歴2年、2年間やってみてどうですか。めちゃめちゃ面白いです。面白い、私は本当に本当に面白いなって止まっちゃった止まっちゃったもうすごい軽い気持ちで入ったのにまんまとハマっちゃって、大好きですね今の言いぶりというか。あ、もう大好きです、心が変わってくる。とかもね、まあ、結構、まあ、やっぱりあの動作って一個一個が多分考えられた時というか、なので練習も結構大変だと思うんですけど、週大体どんぐらい？練習としては週3回も多いではあるんですけど、3ヶ月は1人で毎回練習すればフラットくるような感じの人で、なんか道具とかで使ったりするとか、で動かないっていう帽子とかカバンとか使いますけど、他は基本的に体だけでやるような感じが、そうですね、なんかさっきチロッと出てきた舞
くて、木って本当に難しくて、はい、なんかあの肩が見えると人が見えちゃうからダメとか、はいはいはい、なんかこのみんなの木の生え方が違ったら、はい、あのその舞台に統一感がなくて見れないから、そういうのまでみんなで揃えて、でもみんな同じ形だとなんか綺麗じゃないし、確かにそうですよね、木も一本一本違うし、方とか違うし、なんかそれが人間じゃなくて自然らしく見えるためにはこういった訓練とか練習をされてるんですか？とにかくもう上手い人に合わせるみたいな練習が多くて、もう鏡を見ながらこうなんかちょっと動かし方が違うみたいな、速さも違うし、なんかニュアンスがちょっといや分かんない、結構そのさっきお話伺ったんですけど、上手い人はなんかその、ね、あの架空の自分の中でその水圧がどうとか風圧がどうとかっていうことまで計算してるんですよね。そうですね、なんか見ながらあれ今落とされてないなみたいな感じのを鏡見ながら研究してるっていう結構頭も使うし体も使うし、なんかパフォーマンスっていうイメージが結構真逆で、結構体育会系みたいな感じもありますよね。まあでもそのなんかパントマイムの指導っていうか、そこの部分に関してはもうプロの人が教えてくれるんです。なんか大御所、結構大御所というか、このサークルを当時大学生の時に立ち上げた今プロの大道芸人のハッピー吉田さんっていう方が指導に来てくださって、その方に指導して、ハッピー吉田さん、そのパントマイム界では結構大物だと思うんですけど、どんぐらいですか？なんか他の他の界隈とかで、大道芸をなんか上野公園とかでやるあれってなんかライセンスみたいなのが必要らしくて、はいはい、それをなんかそれができた時に最初になんかそのライセンスを取得した人みたいな一番すごい人、噂を聞いたことがありますこれはねすごいですよね、なかなかすごい人に教えてもらってますよ。結構そのジャグリングとかしてる人いるじゃないですか、うん、あれね勝手にやっちゃダメなわけで、それの資格一番最初にゲットしたって記録したのが超えですね、結構距離も近いわけで、はい、やっぱり結構嬉しいですよ、嬉しいっていうか本当に貴重っていうか、ありがたいな、ありがたいです。本当にまただからどういった練習法を教わるんですか？なんか体の使い方みたいな部分がまず初めにあって、はい、もうなんか武道とかヨガとかそういうのに通じると思うんですけど、基礎的な体の使い方、ストレッチだったりとか、はい、体を使えるようになるっていう訓練っていうか練習がまず最初にあって、その後でその壁やるとか腕をやるとか技を教わっていく。パントマイムやる上では必須の単語。そのね、パントマイムのスキルを身につけて、なんかこう日常で変わったこととかありますか？うん、確かに。みんなパントマイムをしながら会話をします。面白い。もう電車に乗ってきたらすぐ釣り釜を掴もうとするし。ジェスチャーがめちゃくちゃ増える。なんかあの机のバンって手を置くのもなんかすごい固定ができてる止まってる止まってるみたいなすごいジェスチャーのクオリティが上がるそれもなんか競い始めたりするですもんね日常の何言えないジェスチャー俺の方がうまくいってる確かに携帯のカメラで撮るときに携帯の固定がうまくてブレないあそれはいい手が動く大学生に必須のスキルですよ三脚がなくても三脚がなくても三脚になります
すごいありがたいドライブとか行ってもね、遊び行ってもとりあえずいい写真撮れる強いすごいですよね。あとなんか体とか、なんだろう、体の使い方とか姿勢とかそういうところでもなんかカピーさん今反り腰が治るよ。内股、全部内股にしろって言われるから、みんな内股になっていくし、怒り方も、いや、これは治んないですよって言ってた OB の人が、4年生になったらすっごいなで方になっていくみたいな、あと変わったのかなみたいな、みんななで方、そう、もう手に負えないぐらい、もう救いようがないぐらい怒り方の人も変われちゃう。変われます。すごいですね。めちゃくちゃ健康に良くないですか、パッタそれこそヨガとかストレッチとかに近い部分が多分あるんだろうなって思う。それをその断続的にやるわけじゃないですか、そのステージの選手がなんかつま先立ちで歩いたり、どつま先立ちでとかめちゃくちゃ多分普段使わないとことがあるし、想像できないですけど、すごい体にとっていいことがありそうな感じが。久しぶりにやった時どこが痛いんですか。どこですか。私はね、肩甲骨の内側みたいなよくわかんないところがすごい痛くなったりする。意味がわかんないところが筋肉痛になります。普段使わない筋肉を使って、そのところ使ってたのでなります。いやちょっと僕たちやってないからちょっとわかんないところすごいです。すごいですけどね。人からしたらめちゃくちゃわかる。声が聞こえる人少ないかもしれない。わかる人少ないかもしれない。みんなわかんないかもしれない。はい、ということでですね、まあ、そろそろお別れのね下校時間が来てしまったんですけど、まあ、最後にマイムトーンの2人の本日の感想と、まあ、告知を行ってまいりたいなと思います。はい、お願いします。感想ね感想ね。私からちょっと告知をさせていただこうと思うんですけど、今年の4月からまた新刊活動を行っておって、マウントは随時新人募集中となっていて、新2年生でも3年生でも4年生でも多大生でも社会人の方でも来てくださる方もいらっしゃるので、ぜひこれで興味を興味を持っていただいた方は4月の体験などもありますので、公式ページなど見ていただけると、はい、ぜひ。社会人もう一人、ふぐさんもいけますね。ちょっと普通に興味あるかなということで、はい、はい、今回はマイムとお二人の方にしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のお相手は春男と鳥越でした。良い週末をお過ごしください。ナイスサテライトはまた来週同じ時間の金曜18時スタートです。この後もレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。